アドルフ・サックス2002年まで用いられていた200、ベルギー・フランの肖像アントワーヌ・ジョゼフ・アドルフ・サックスは、ベルギーの楽器製作者。サクソフォーンや、サクソルンなどの管楽器を考案したことで知られる。かつて、ベルギーで発行されていた200フラン紙幣に肖像が、使用されていた。アドルフ・サックスは、ベルギーのディナンで生まれた。父・シャルル・ジョフも、また楽器製作者であり。 ホルンの設計に功績を残している。アドルフ自身も早い時期から楽器制作に取り組み、15歳の時にはコンペティションにフルートとクラリネットを出展し入賞を果たしている。ブルッセルで楽器制作を学んだ後、本格的に楽器の制作に取り組み始めた。20歳の時にはバスクラリネットの設計で特許を取得した。 1841年には永住の地となるパリに移住し、バルブ機構付きの金管楽器の開発でなお知られるようになった。1844年には後にサクソルンとして知られるようになるキー付きのビューグルを展覧会に出展した。この楽器それ自体は彼の発明によるものではなかったが、彼のライバルたちによるものよりも優れたものだった。 このサクソルンには7種類の管があり、ユーフォニアムとよく似た外見を持っており、後にはフリューゲルホルンの発明に道を開くものだった。彼はまた1845年にサクソトロンバという金管楽器も発明したが、こちらはごく短命に終わった。この1840年代には彼の名を最もよく知らしめているサクソフォーンの発明も行われている。サクソフォーンの元となる 発明の特許は1838年に取得されていたが楽器についての特許が取得されたのは1846年のことであり、その頃にはソプラノサクソフォーンからバスサクソフォーンまでの今日に連なるサクソフォーン族が開発されていた。サックスは生涯を通じて楽器制作とパリ音楽院でのサクソフォーン教育に携わった。しかし、 彼のライバルの楽器製作業者たちは、サックスの持つ特許の正当性に繰り返し攻撃を、加え、サックスと彼の会社に対して長期にわたる訴訟を仕掛けてきたために、二度にわたって破産の浮き目に遭うことになった。長きにわたる法廷闘争は、サックスの健康を損ね、1853年と1858年の二度にわたって、癌のために入院を余儀なくされた。 ちなみに数十年経た後、パリ音楽院教授職の公認にマルセル・ミュールが就任し、サクソフォーンの地位は飛躍的に向上することとなる。1894年、パリにて死去、モンマルトル墓地に埋葬された。1936年12月15日に、ベルギーの天文学者、ウジェーヌ・デルポルトが発見した小惑星番号3534の小惑星は、 彼の業績を称いて、サックスと命名された。ありがとうございます。